姫川橋は、新潟県糸魚川市、寺島スタの姫川に架かる、新潟県道四百八十六号姫川港、大見線の橋長四百二点三メートルのトラス橋、桁橋。姫川橋の左端姫川橋の左端、一般国道八号線と記されている。姫川橋の名番橋梁保護のため、車両総重量四トン、高さ三点五メートルを超える車両の通行が、 禁止されている江戸時代は、佐賀の須タ村と右岸の寺島村が渡し森を担った。急流であることから、船に綱をつけて、川上に引き上げた後川下に降りながら渡る方式であった。その後両綱渡しになり、さらに栗綱渡しに改良された。1878年に須沢組番組が土船の許可を受け、 船橋を架橋した。1896年に中山貞松によって、橋町633メートルの木造片杖橋が完成した。1925年に土橋となり、1929年に橋町432メートル、福音4.5メートルの木造土橋となった。1932年に市側に、コートラス橋延長二210.8メートルが完成した。 1934年7月12日に水害のため一部が流出した。1954年東側にコンクリート、桁橋延長191.5メートルが完成し、現在の姿となった。それまでは国道14号に指定されていたが、1952年12月4日に現在の道路法によって国道8号の橋梁となった。 交通量の増大に伴い、1966年に上流に姫川大橋が開通したのに伴い、国道8号の指定から外れた。ありがとうございます。